ブーブとは、バンダイが2010年3月27日から2014年頃まで発売していた車両のおもちゃである。特徴は、変身可能な模型。なお、変身は、バンダイの登録商標である。模型の側面、前後を開き、ひっくり返して組み立てると、別の車両が出来上がる仕組みとなっている。対象年齢は、未就学の男児。 2010年12月24日からはアンパンマンの乗り物模型玩具に同様の機構を組み込んだチキチキ変身が2011年8月13日からは同ニューチキチキ変身が同社より発売されている2013年11月より大型ビークルとの合体機能が加わった VG シリーズが展開された Web ショートの略称で 自動車の模型。変形形態の組み合わせは、同一車種のノーマル車両特殊車両を基本としている。2011年6月16日現在の商品群、ベーブロングの略称で鉄道車両のモデル。変形するパターンは、同一鉄道会社の一般型車両新幹線、特急型車両を基本としている。2011年6月16日現在のラインナップ。 ベブミディアムの略称で大型特殊車両のモデル。2011年登場。2011年6月16日現在のラインナップベブビッグの略称。各シリーズを格納可能。変形パターンは自動車、鉄道車用。2011年4月3日現在のラインナップベェブカプセルの略称。ガシャポン用の商品。VLVS シリーズより一回り小さく。 キャラレール用の線路パーツに合わせて作られている。2011年4月登場予定。ウェブガーディアンの略称。一部の実在する車両が架空のマシンに変形。さらには大型ビークルとの合体が可能。また一部の商品との乾燥機能を備えている。2014年4月17日現在のラインナップ講談社の自動詞、テレビマガジン、楽しい幼稚園他で記事が連載された。 宝富井の玩ング、トミカハイパーシリーズ、プラレールハイパーシリーズが、初版の事情により、小学館の独占掲載になったため、テレビマガジンでは2010年9月号をもって、それらのシリーズの連載を打ち切り、同年10月号で代替として、ブーブの連載が開始された。ありがとうございます。